はい、どうも皆さんこんにちは。スターディーの河野玄斗です。今回はですね、天才でも間違える問題5選、まあ、いわゆるパラドックスってやつを今回紹介していくんですけど、まあ、本当に直感と反する問題5問選んできたので、あなたは何問解けるのか、ぜひ挑戦してみてくださいね。ということで早速やっていきましょう。はい、それではやっていきましょう。今回は天才もきっと騙される問題5選ですね。はい、問題1問目ですね。停止した車の中に風船が浮かんでいる。車を発進させた時、風船はどちらの方向に動くか。要は、はい、こうやって車があって風船が浮かんでて、こっちに止まってた車が動き出した時に風船はどっちに行くかなと。1、進行方向。2、その反対。3、動かないと。実際に考えてみてください。どっちでしょうかね。これ正解は進行方向に動くんですよ。つまりこっちに動くんですね。なんででしょうか。普通ですね、まあ人間とかこの電車を想像してもらえばわかるんですけど、動き出したら人間って慣性の法則が働いている。要は力が働かなかったら止まってるものは止まり続けるんですね。だからこの車がこっちに動いた時、人間たちはここに居とどまろうとするから、おっとっとって左に傾いちゃうんですね。それ電車こう釣り革を持った時に動き出したら、おっとっとっとってなるわけじゃないですか。それと一緒ですね。なのに風船はこっち動くんですよ。っていうのが今回のね、パラドックスなんですね。ポイントは今回風船であるということですね。まあ、風船って実は私たちと違う動きをしているということはわかりますよね。っていうのも重力があるじゃないか。地球で人間が立ってて、重力が働いてるから人間は下に落ちていくんですよ。リンゴとかも下に落ちますよね。だけど風船は上に上がっていくんですよ。この逆、これが逆だっていうことが今回でも生きてくるわけですね。じゃあなんで風船が浮くのかというと、簡単に言うと、この中、風船の中に含まれている物質がヘリウムで、ヘリウムっていうのは空気より軽いんですね。空気より軽い結果、この上に押し出される力の方が、この中のヘリウムの重さよりも強いと。だから結果的に上に行くというわけなんですね。じゃあ今回の場合どうなのかっていうと、基本的に全て左側に押し出されるんですよ。慣性の法則によって。だからこそ、この、車の中の空気が全部こっち側に押し出されるわけですよね。だから空気がこっち側に行く結果、浮力がこっち側に働くんですね。だから風船自体は、中に入っているものは空気より軽いから、空気がこっちに押し出された結果、風船が逆向きに押し出されるというわけで、今回丸1なんですね。はい、これが1問目です。正解できたでしょうか。じゃあ次2問目いきます。2問目、アキレスの前方、亀がノロノロと歩いており、アキレスは走ってその亀を追いかける。アキレスは亀に追いつけるかっていう問題ですね。要は亀がいて、アキレス、まあ、これめっちゃ適当なんですけど、歩いてると追いつけますかっていう問題ですね。まあ追いつけるという風にほとんどの人は答える、っていうか、まあ追いつけるんじゃないかって思うのは普通なんですけど、こう考えてみたらどうでしょう。例えば今亀がいる地点をこのラインだとすると、アキレスがこの地点に来るとき、アキレスがここに来ましたっていうときは、亀って絶対ちょっと先を行ってるじゃないですか。こんな感じで、じゃあその地点に今度また、アキレスがここに来ると、その時に亀って絶対前に行くじゃないですか。だからそのアキレスが着きましたっていう地点に、アキレスがその亀の場所に来る頃にはもう亀は必ず前行ってるわけですよね。じゃあその地点にアキレスが着いた時には亀は必ず前行ってるわけですよね。じゃあ一生追いつけないじゃんっていう理屈っていう理論があるんですね。まあこれゼノンのパラドックスの中の有名なアキレスと亀っていう問題なんですけど、どうなんでしょう。じゃあ、あ、確かに追いつけないんだっていうことなのか、まあ本当は追いつけてここの中でなんか違うところがあるのか、矛盾があるのかどうかっていうところをしっかりとね、説明できるかっていうのが今回の問題ですね。それでは今回の問題のポイントは無限ですね。無限は、はい、無限に達していくっていうことなんですね。結論から言うと追いつけるんですよ。てか追いつけるに決まってますよね。それは当たり前。じゃあどういう風に考えるかっていうことなんですけど、例を挙げると、例えばこのアキレスは亀の2倍の速さで動くとするじゃないですか。2倍ってまあだいぶ遅いですけど、2倍で動くとします。今アキレスが亀に一旦最初いたところまで行くのに1時間かかるとしますね。1時間かかるとしたら、1時間の間に亀はこの距離の半分動きますよね。速さは半分だから。ってことは、次ここに来るまでには 0.5 時間かかるわけですよ、アキレスが。で、次はまたその半分と、まあ、4分の1時間っていう風になっていくわけですよね。つまりこれ全部足していくと、1たす2分の1たす4分の1たす…っていう風になるわけですよ。
で、これを無限に足していくと。今のパラドックスっていうのは無限に足していく、無限にずっと続いていくわけだから一生続かないっていうおかげなんですけど、っていうのが理屈だったんですけど、これ無限に足していく、無限に足していくけれども、それが結果答えが有限になっていくんですね。これ2ですというわけなんですよ。要は無限に足していくから無限って思ってたんだけど、無限に足していってもその答えは2だから、結果的に2時間後に絶対追いつくよっていうふうに言えるというわけになるんですね。これは小学生の範囲でも実は分かるんですね。ここの部分を考えていきたいんですけど、これ今例えばピザがあるとします。ピザ、このピザを半分ずつ割っていきましょう。ピザ半分にするとこれ2分の1ですよね。残った部分を半分にするとこれ4分の1、残った部分を半分にするとこれ8分の1、これ残った部分を半分にすると16分の1という感じでどんどんなっていく。だから2分の1足す4分の1足す8分の1足す16分の1足す点点点ってずっとやっていくと、これ実質1枚のピザになると。だからここの部分が1なんですね。だから1たす1イコール2というふうに言えるわけなんですね。これが今回のアキレスの亀の無限って見せかけて、実はそれ足したら有限になるよっていうのが今回のパラドックスでした。次、3問目、これもまた有名なね問題ですね。1匹のアリが1メートルのゴム紐状を紐に対して毎秒1センチの速度で動き出した。この紐自体が毎秒1メートルの速度で伸びるとき、アリはロープの端まで到達できるかという問題ですね。どういう問題かというと、1メートルのゴム紐があって、アリがいるわけですよ。アリが致命的な絵ですね。で、このアリが、毎秒1センチ進むと。だけどこの紐自体が毎秒1メートルずつ伸びていくと。1メートルずつ伸びていく、1秒後にこれ2メートルになってるんですよ。じゃあアリはロープの端まで到達できますかという問題ですね。どっちだと思いますか？到達できる、到達できない。1センチずつ動いていく、で紐は1メートル伸びていく。正解はこれ到達できるんですよ。って思うかもしれないですけど、これゴム紐が伸びるときにアリもそれに従ってちょっと伸びますよね。ちょっと伸びると。この問題のポイントも無限和なんですね。どういうことかというと、最初アリは、まあ、1センチだけ進めるわけじゃないですか。1秒で。要は1メートルの全体の1センチ、1センチだから100分の1で進むわけですね。だから紐にとって100分の1だけ進むんですよ。全体の何分の1進むかなって考えていきましょう。で、次にその後紐は2メートルに伸びるわけですね。紐が2メートルに伸びるわけだから、まあ伸びた時にアリはその2メートルの全体の100分の1の位置にいると。じゃあ次1センチアリが進んだらどれだけ進みますかって考えると、2メートルに対する1センチだから次200分の1だけ進むわけですよ。よろしいでしょうか。で、その次ゴム紐は3メートルに伸びるわけだから、じゃあ次の1秒でアリはどれだけ進むかなって言ったら300分の1だけ進んでいくわけですよね。っていう感じで、要は100分の1足す、まあ、100分の1でくくると、1足す2分の1足す3分の1足す、点々と進んでいくわけなんですよ。これが1を超えてくれればいいってことですよね。1になれば、端まで到達してくれるというわけですね。じゃあ届くのかっていうと届くんですよ。っていうのも、1足す2分の1足す3分の1足す、点々っていうものは無限に発散するんですね。無限になると。ただめちゃくちゃ遅いんですね。要は、これが、まあ、1たす2分の1たす3分の1たす4分の1たす点々点っていうものが100を超えるためには、どれぐらいにならなきゃいけないかというと、だいたい10の44乗秒後っていうふうに言われてますね。めちゃめちゃ遅いと。10の44乗秒後ってどれぐらい遅いかというと、相当遅いですよ。っていうのも、1万が10の4乗だから、1億が10の8乗、1兆が10の12乗、点々点と。だから1兆の1兆倍の1兆倍の1億倍ぐらいな感じ。もうとんでもない数ですね。はい。まあとにかくめちゃめちゃ遅いけど、いつか到達できるというわけですね。アリさん頑張ってますね。はい。ということで今回は到達できるわけですね。じゃあ次の問題に行きます。問題、これ誕生日のパラドックスって言われる問題ですね。何人集まればその中に誕生日が同じ2人がいる確率が 50% を超えるだろうか。要はたくさん人を集めるじゃないですか。こんな感じで点点点とたくさん人がいます。この中で、同じ2人が誕生日一緒なんて、例えば僕は誕生日3月6日なんですけど、あ、君も3月6日かっていう風な組がいるような確率ですね。まあ、僕誕生日3月6日なんですけど、その今回の問題の答え、丸1、23人、丸2、70人、丸3、182人、どれだと思いますか？はい。正解は、23人なんですよ。
なんか、23人集まれば半分以上の確率で2人いるのって感じですよね。365日ある。まあ、ウルード氏ちょっと今回は割愛して、365日あるのに、みたいな。23人いればって感じなんですね。まあ、これはね、まあ、ちょっと細かいことは割愛するんですけど、この人数を N 人とすると、確率はこうなるから、これが 0.5 を超えるような N を計算すると23になるというわけなんですね。まあこれはちょっと細かいことは割愛します。で、ちなみにこれ70人のところは、これ 99.9% も超えちゃうんですね。はい。70人いたら、もう 99.9% の確率でもういるんですよ。ということで、実はね、これまた直感に反すると。無事、あなたの直感は、この23に見抜くことできましたか？じゃあ最後のもうパラドックスですね。問題、男の前に3つの箱があり、1つだけが当たりである。男は当たりの箱を選ぶゲームをしている。男が1つ箱を選んだとゲームマスターが残りの箱のうち外れの箱を1つだけ開けた。男は最初に選んだ箱から残っている空いてない箱に変更してもいいと言われた場合、変更すべきか。問題は3つ箱があって1つだけ当たりなんですね。で、男は君に決めたと選んだわけですよ。イメージは不思議だね、人影、ゼニガメの中から1匹選ぶ感じですよね。うん、ちょっと違うんですけど、当たりを選ぶと。で、ゲームマスターが残りの2つの箱から1つだけパカッと開けて、これ外れの箱なんですよっていう風に選んでくれたわけですね。私ゲームマスターなんで外れの箱知ってますと。外れの箱1個だけ見せますねと。外れの箱ですと。じゃあ残りのこっちの箱とこっちの箱、どっちの方がいいのかなと。1、変更すべき、こっちにするべき、2、変更しないべき、3、どちらも変わんない、どちらって変わんないよっていう答えはどれだと思いますか？1、2、3、正解はこれ変更すべきなんですよ。多分ね、多くの方はどちらも変わらないんじゃねって思ったと思うんですね。でも今回は変更すべきが答えなんです。直感的に言うと、これだって外れの箱があったら、まあ2つ残るわけじゃないですか。で、2つともまあ箱があると。うん、どっちも同じ箱だし、半分半分の確率なんじゃないのっていう風になると思うんですね。でも今回のポイントは、ゲームマスターはもうね、外れの箱絶対分かってるんですねっていうのがポイント。だからまあ男がまあどれ選んだとしても、これ絶対3分の1の確率じゃないですか、最初で。残りのところに当たりの箱がある確率です。これ3分の2ですよね。よろしいですか。で、これゲームマスターは絶対中から外れの箱を選んでくれるわけだから、これ選んだ後に急に2分の1に減ったらおかしいですよね。これ急に2分の1に増えるということはないと思うんですよ。っていうのも、男の立場によって考えてみてください。箱を選びます。3分の1ですと。じゃあその箱を絶対もう変えないからっていうふうに言って、とりあえず、まあその2つのどっちかは外れの箱なんでしょ？だからそのどっちかの外れの箱の部分は、1個見せてくれてもいいよねって言われて、あ、じゃあまあ絶対外れの箱あるから1個いいよ、はい、これ外れの箱でした、まあ俺は買えないけどね、この箱ってなった時に、よし、開けてくれたから、これでこの箱の確率2分の1になった、増えた、ラッキーってならないんですよね。変わんないんですよ、これ3分の1のままなんですね。とすると、ここの残りの残った箱の確率3分の2なんですね。これまたまだまだ直感だと分かんないかもしれないので、分かりやすい、これで分かってもらえると思うんですけど、仮に100個あったとしましょう。箱が100個あると。で、男が1個選びました。これですと。じゃあ残り99個ありますよね。そのうち、まあ98個は絶対外れだということだから、ゲームマスターが、あ、じゃあ98個とりあえず開けときますよ、外れをっていう風にして考えてあげたと。じゃあ、この箱とこの箱、どっちを選んだ方がいいかって言ったら、それもうこっちに決まってますよね。絶対、あ、100分の1、まあほぼ当たんないっしょって思いながらこれ選んで、残り99個の中であって、まあそのうちの98個をゲームマスターが開けてくれたと。まあ全部外れだからこの98個はって言いながら。そしたら残りの1個ってもうほぼこっちじゃねってなるわけですよ。だからこれを考えてあげると、これもなんとなく分かってくれるかなと思います。これね、有名なモンティホール問題っていうね、あと最終人問題っていう、まあ同じようなね、パラドックスもあるんですけど、これ直感に反するので結構騙された人も多いんじゃないかなと思います。はい、ということで今回ね、5問、天才も騙されるだろう、きっと騙されるだろう問題を、5問選んできました。あなたは何問解きましたか？今回の問題のね、一番難しいのは多分誕生日のパラドックス。まあ僕3月6日誕生日なんですけど、まあかなり難しい問題じゃないかなと思います。
はい、ということで、まあ、誕生日のパラドックス解けたよという方はぜひチャンネル登録、高評価、あとよかったらこういう動画撮ってほしいというものをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。